出すよ。また針の積んだら返しまよ。やさあさあ、あいやさあさあ、さあ沖縄よいとこいつでもめそう。これさあゆいゆい、春夏秋冬緑の島よ。また針の積んだら返しまよ。突然の聞き慣れないメロディーにびっくりされたお客様もいらっしゃったかと思いますが、ただいまの曲が沖縄県内では最もよく歌われております、島唄の中から朝ドヤユンタお届けいたしました。もう全て沖縄の方言で歌われているので歌詞の内容までは分かりづらいところだったかと思うんですが、この曲沖縄本島からさらに南へ400キロほど離れた石垣島で作られた恋歌でございます。石垣島の中でもさらに小さな離島竹富島で生まれ育った絶世の美女朝ドヤの久屋真という美しい娘さんに恋焦がれた男性が彼女のことを思うあまりこの曲を23番まで作り上げたと言われております。大変情熱的な恋の歌となっております。前半のゆったりとした歌い方はここ沖縄本島の歌い方、後半リズムがガラッと変わったのが本場石垣島の歌い方ということで2通りご紹介をさせていただきました。歌の島、踊りの島と言われている沖縄でございます。今日はこの後も名所旧跡の案内の合間になるべく沖縄の歌や沖縄の古い言葉方言なども交えて紹介をしていきたいと思っております。ぜひ本日は那覇バスの定期観光バスご乗車いただいた記念に何か一つ沖縄の歌や言葉なども覚えて持ち帰っていただけたらと思います。さあでは先ほど那覇インターを通過いたしまして、私たちのバスは沖縄自動車道へと合流しております。ここからしばらく高速道路北向けに走らせることになります。本日も定期観光バス安全運転心がけてご案内をさせていただきます。ここからはしばらくスピードを上げての走行が続いてまいりますので、どうぞ皆様お席の方でシートベルトの着用もご協力をお願いいたします。こちらからはしばらくガイド席より見える範囲でポイントごとに説明を加えながら進めてまいります。途中何かご用がございましたらどうぞ遠慮なく早めに乗務員の方へとお声かけくださいませ。このあと10分ほど走らせますと中部における代表的な米軍基地嘉手納基地の様子なども見えてまいります。さあではガイド席より説明加えながら参ります。通っております高速道路、沖縄県内では唯一の高速道路となっております。ただいま西原インター前を通過いたしました。この辺りから右手高台に琉球大学、左奥の方には沖縄国際大学がございます。周辺いくつかの学校が集中しておりますため、学生さんたち専用のアパートや寮などが多く立ち並ぶ学生街として知られる街でございます。
今から44年前、海洋博覧会が沖縄本島の北側に位置する北部は本部町で開催されることが決定いたしました。那覇からの車の流れを少しでもスムーズにしようと、この高速道路が建設されたものでございます。現在では那覇空港近くまでの新たなインターも開設しております。以前と比べてみますと、沖縄県内の主要道路は見違えるほど立派なものに変わってまいりました。自動車道を通っておりますと、周辺では南国沖縄らしい色鮮やかな花々も多く目に留まります。先ほどから周辺で濃い黄色の花を咲かせておりますのは、この時期満開に見られますアラマンダと呼ばれる植物でございます。中央の分離帯周辺では太陽に向かって真っ赤な花を咲かせるハイビスカスもご覧いただけます。濃いピンクや紫のブーゲンビレアなど、南国沖縄の花々はまあとにかく色が濃いというのが特徴になっております。今暖かい時期、夏だから花々がきれいに咲いているというわけではなく、この島では1月2月の真冬にお越しいただいても、色鮮やかなハイビスカスやブーゲンビリアの花々がお客様を迎えてくれるものでございます。年間を通しての平均気温は23度前後、我が国では唯一の亜熱帯気候の島となっております。そのため秋冬といえども、島では紅葉や落葉を見るということはございません。沖縄の植物は一年中緑が濃く、成長が早いというのが特徴となります。秋口本土から紅葉や落葉の便りが届いてまいりますと、島の人たちは見たことがないそのカラフルな山手の風景に強い憧れを感じるところでもございます。この辺り中城村から北中城村周辺にやってまいりました。沖縄の地名や人の名詞などは非常に読みにくいものが多いと言われています。この辺りの地名も難しい読み方の一つではないでしょうか。中城村、お隣の北中城村、どちらもお城の城という漢字をぐすくと発音しています。これは沖縄の方言での読み方がそのまま地名として採用されているものです。県内ではお城の城という漢字、人の名字や地名などでも多く使われています。気をつけていただきたいのがその読み方でございます。お城の城という漢字、人の名字に使われている場合には城とか城というふうに素直に発音していただいて結構でございます。ただしこの漢字が地名に使われている場合には、読み方はぐすくというふうに変わってまいります。全く同じ漢字が使われていても、人の名字と地名とでは読み方が全然違ってくるということもございます。ちょっとややこしいところではありますが、それもまた沖縄の言葉の文化というふうに解釈していただけたらと思います。
ではバスはこの辺りから沖縄市へと入ってまいりました。沖縄市という名称を聞いておりますと、県庁所在地ですかという質問をいただくこともございますが、沖縄県の県庁舎は先ほど出発いたしました那覇の町にございます。ここは那覇に次ぐ第二の都市、現在人口14万人余りを数える町でございます。沖縄県内では基地の町としても知られるところ、今でも多くの米軍基地を抱えている町でございます。普段この町の様子を見慣れている私どもにとりましては、すべてが当たり前の表情として目に映ってしまうところなんですが、訪れるお客様からは日本であって日本ではない不思議な町と言われるところでございます。さあ、ではこの先左側一帯に沖縄市が抱えております代表的な米軍基地、極東最大の戦略基地と言われております嘉手納基地の様子が見えてまいります。しばらくここから嘉手納基地のフェンスに沿って北上してまいります。皆様の左側一帯、広大な敷地面積を持ち合わせた嘉手納基地の様子が見えてまいりました。通っております沖縄市からお隣の嘉手納町、さらに北谷町に至るまで3つの市町にまたがって設けられた米軍専用施設でございます。嘉手納基地のその総面積というのが605万3000坪、数字で聞きますとあまりピンとこない広さかと思いますが、嘉手納基地だけの広さで東京ドームがおよそ480個すっぽりと入ってしまうというような広さでございます。3つの市町村にまたがりまして、周辺のフェンスの距離は20キロ以上と長く続いてまいります。沖縄本島の中でも最も利用しやすいいい場所にどっかりと腰を下ろしている嘉手納基地でございます。広々としたその基地内は住宅エリアと飛行場エリア2つに分けて米軍は使用しているということで、本日通っておりますこの高速道路から左側一帯に基地の中の住宅エリアがご覧いただけます。この辺りから皆様の左側一帯、フェンスの向こう側、そこはもうアメリカという感覚でございまして、地元の人たちも一切足を踏み入れることは禁止されているエリアでございます。フェンス沿いには似たような規格住宅がいくつも立ち並んでおります。こうやってフェンス沿いに立ち並ぶ住宅というのは一般兵士の住宅というふうに紹介されています。さらに上のクラスの住宅ともなりますと、基地の外からは見えにくい場所や基地の中でも利用しやすい真ん中、また見晴らしのいい高台あたりに設けられているのだそうです。一般兵士の住宅といえども広々としたその作り、アメリカの地方都市を見ているようなそんな感じさえいたします。一つの世帯につき2台分以上の駐車スペースが確保されているということ、すべての住宅すべての部屋にエアコンが完備されているということも基地内住宅の条件であるということです。現在ここ嘉手納基地内ではおよそ2万人近くのアメリカ軍人軍属とその家族の方々が生活を送っていらっしゃいます。そのため基地の中を見ておりますと、それこそ一つの町のような作りに仕上がっております。日常生活に必要なものはありとあらゆるものが完備されているという基地の中、病院に関しては近代的医療設備の整った大きな病院が入っています。子どもたちが通う学校は幼稚園から学童保育施設、小中高大学までが揃っています。子どもたち専用の図書館や体育館、グラウンド、フィットネスジムなども設けられております。またコンビニエンスストアから大型のスーパーマーケット、
レストランにクラブやカフェ、バーなどが何軒も置かれているという基地の中、娯楽施設も充実しておりまして、カデナの基地内にはゴルフ場や映画館、ボーリング場なども揃っているということです。沖縄に赴任してまいりました兵士やその家族の方々、自分たちの生活の拠点となります基地の中を見て回って、すべての施設に満足、納得されるということです。今日のコースの中ではお見せすることができなかったんですが、先ほどの嘉手納基地、さらに西側に参りますと広大な滑走路を2本備えた嘉手納の飛行場が続いています。嘉手納飛行場では常に100機近くの戦闘機が配備されておりまして、日々その訓練が繰り返し行われているというところです。嘉手納基地の前を通過してまいりました。しかしこの町ではまだまだ広い範囲で米軍基地は続いてまいります。この辺りお窓の左右を見比べてご覧くださいませ。先ほどまでとは周辺車窓からの様子がちょっと違っております。この辺りでは建物住宅などはほとんど見ることはございません。ただただ雑木林が生い茂っているだけのような場所でございますが、実はこの辺り一帯もすべてアメリカ軍が使用しているエリアでございます。先に見ていただいた嘉手納基地は目に見える地上の基地でございました。この辺り一帯というのは目には見えない地下の基地が存在しております。その呼び名が地下弾薬倉庫地帯、ミサイルや弾薬などを貯蔵しておく巨大な倉庫のような場所がこの地下で広がっているというふうにお考えください。車窓から一見いたしますとそれほどの緊迫感を感じるところではございませんが、この地下、私たちには想像できないほどの大規模な基地が広がっていると言われています。嘉手納飛行場とは地下トンネルで結ばれているということで、人の目に触れることなくミサイルや弾薬類を運搬できる仕組みになっているのだそうです。今年の5月15日が過ぎまして、本土復帰から47年という歳月が流れる沖縄でございます。47年前、沖縄県民が待ち望んでいたものといえば、核も基地もない平和な沖縄という島の返還でございました。小さな島の中には現在でもたくさんの米軍基地が残された状態でございます。復帰から47年と歳月は流れましても、小さな島の中での基地問題というのは非常に難しく、なかなかおいそれとは先に進まないというのが現状でございます。復帰から47年目を迎える沖縄の現在の表情ということで、嘉手納基地に関するお話も紹介をさせていただきました。嘉手納基地の前を通過いたしまして、この先バスはお隣のうるま市、うるまという町に入ってまいります。かつては石川市と呼ばれておりましたこの町、周辺4つの市町村が合併いたしまして、現在ではうるまというふうに町の名称が変わっております。から右側一帯、現在のうるまの街並みが見えてまいりました。
右手奥の方に太平洋側の海が続きます。正面の緑の山々は石川岳、この山の後方に東シナ海が続いております。前の方に沖縄本島の地図を張り出しているんですが、現在地、ただいま沖縄本島のほぼ真ん中あたりにやってまいりました。北から南まで細長く続く沖縄本島、細長い島の真ん中あたりで細くキュッとくびれている場所が現在地あたりということになります。この場所、沖縄本島のウエスト部分なんて呼ばれているところなんですが、言ってみれば島の中で東西の幅が最も狭いところとなります。右奥の太平洋から左奥の東シナ海まで横断道路がこの近くに通っているんですが、その横断道路の距離はわずか4キロほど。沖縄本島のウエスト部分、東シナ海から太平洋側まで横断するのにわずか4キロ程度となっております。その数字を聞いていただきますと、いかに小さい島なのかということもご理解いただけるのではないでしょうか。この先、沖縄本島の中央部を通過いたしましたので、島の北側、山岳エリアへと入ってまいります。この後5分ほどいたしますと、バスは伊芸サービスエリアへと到着いたします。こちらで一度休憩のお時間を挟んで郡島へと進めてまいります。本日最初の見学地となります郡島まで、この後さらに 4,50 分の移動がございますので、お手洗い、おタバコなどは次の停車時にお済ませくださいませ。このバスは伊芸サービスエリアに到着いたします。こちらで休憩のお時間挟んでご案内をさせていただきます。はい、ではですね、サービスエリアからの最終出発のお時間でございますが、この後9時40分の再出発を予定しております。お時間合わせて皆様ご協力お願いいたします。お出かけいただく際、バスに戻ってこられる際、左右車の流れ十分に確認をして進めてくださいませ。
様の右手奥の方に海の様子が見えてまいりました。沖縄本島の東の海岸線となります。太平洋側の海がご覧いただけます。さあ本日この時間帯あまりはっきりとした視界ではないんですが、右手海上と奥にはいくつかの離島の島々が続いております。沖縄本島の中部は葛連半島より海中道路で結ばれております。偏座島、宮城島、池井島といった島々でございます。沖縄本島の周辺にはいくつもの離島の島々が点在しております。琉球列島とも呼ばれておりまして、その島数大小合わせると160もの島々から成り立っている琉球列島でございます。160という島数の多さにびっくりされるお客様もいらっしゃるんですが、もちろんこれは人も住めないような小さな島を含めての数でございます。160もの島々のうち現在人が住んでいる島というのが49島でございます。その中で最も大きな島が今回お尋ねいただきました、ここ沖縄本島となります。北から南まで細長く続く沖縄本島、前の方にも地図を張り出しておりますが、島の地形を見ておりますと本州に似ていると言われることもございます。細く長く続く小さな島沖縄、沖に浮かぶ縄のような島、沖に浮かぶ縄のような島という意味で、新井白石によって沖縄という県名、その漢字が付けられたと言われています。島の地図を見ていただきますと頷けるところではないでしょうか。沖縄本島の最北端辺戸岬から島の最南端糸満市の荒崎まで直線距離にいたしますと、その距離はおよそ130キロほどとなります。また周囲をぐるっと一周、海岸線に沿って一回りいたしますと、その距離はおよそ480キロほど。小さいように思えて意外と大きいと言われることが多い沖縄本島です。
島中すべてを観光で見て回るとなりますと、やはり3日間から4日間というお時間が必要となってまいります。出発いたしました那覇から南側一帯のことを島尻、島のお尻と書いて島尻と呼んでいます。沖縄本島の真ん中あたり、たくさんの米軍基地が今でも残されている島の真ん中一帯を中上エリアと呼びます。またこの辺りから島の最北端にかけて、沖縄本島の北側3分の1ぐらいの広い範囲を国神、通称ヤンバルと呼んでいる場所でございます。多くのダムが設けられたヤンバル山岳地帯です。左下手の方には金ダムの様子が見えてまいりました。金銀銅の金という字に武士の武という字を使って金と呼ぶのはこの辺りの地名でございます。すぐ近くを流れる奥久美川を水源としております。金ダムのお隣には神奈ダムが続いておりまして、沖縄本島の水がめ地帯は島の北側北部の山岳エリアを利用して作られたものでございます。これまで長い間深刻な水不足によって悩まされてきた沖縄県、沖縄県内の住宅事情を見ておりますと、それぞれの住宅ごとに水タンクが設置されているというのはご存知のお客様も多いところではないでしょうか。かつては夏場の断水は年中行事と言われておりました沖縄、住宅を建てる際には合わせて貯水タンクを購入し設置しておくというのがこの島の当たり前でございました。雨の多い島として知られる沖縄県なんですが、この島には川と呼べるような大きな河川がございません。降った雨がほとんど海に流れてしまうということで、長い間深刻な水不足に悩まされたものでございます。現在は島の北側一帯にさらに大きなダムがいくつか完成しております。以前と比べますと沖縄県内の水事情というものも格段に良くなってまいりました。ここ14、5年ほどは夏場の断水も免れているという状態でございます。そのためここ数年はメンテナンスが大変な貯水タンクを屋敷から下ろすところも増えているのだそうです。さあこの先はしばらく緑の風景が続いてまいります。現在地、島の北側、宜野座という村に入っております。まもなく宜野座インター前を通過することになります。宜野座のインター近くには球場が設けられておりまして、毎年2月のプロ野球のキャンプの時期になりますと、阪神タイガースの1軍の選手陣がキャンプを行っておりますのがここ宜野座村の球場となります。
安いんだね。前下げに高い 18.9 キロ。通過いたしまして、バスは名護の町へとやってまいりました。皆様の左側一帯、大海原が間近にご覧いただけます。沖縄本島の西の海上となります。東シナ海が左手にご覧いただけます。さあ、本日の東シナ海は若干波が高くなり始めているようです。ところどころで白波が見えておりますが、この周辺がリゾートエリアとしても人気が高い場所でございます。その日の天気や見る角度、雲の動きによって海の表情は日々異なってまいります。透明度が非常に高い沖縄の海、極端に言えばお空の色をそのまま反映させているというところです。太陽がしっかり顔を出してくれているかどうかによって海の表情は